王小説江戸川乱歩原作大野哲郎脚色吸血鬼最終回愛と憎しみの彼方ワイングラスの甘いささやき過ぎた私の恋の思い出あの日割れたグラスあの日聞いた歌歌はブルース恋の終わりを告げていました片柳静子と茂少年を裸体のまま焼酎の中に閉じ込めようとした谷山は明智に恐ろしい企みを見破られ冷凍室に鍵をかけ火を放って逃走を果たす常川警部はドアに体当たりを食らわせたドアは壊れ去ったが冷凍室の向こうにまだ鍵のかかった部屋があったドアの隙間から黄色い煙が吹き出してくる明智と常川警部は必死になってドアに体当たりをしたドアは調子街から離れて外の廊下へ倒れただが火は恐ろしい勢いで廊下に迫っている常川警部を先頭に静子の手を取る文雄泣き叫ぶ茂少年を抱き上げた明智小五郎5人は煙の渦巻く廊下を突っ切ると無我夢中で門外に走る煙は何ですか谷山が火をつけようってんじゃ出口さん谷山いや三谷を取れたいや表からは誰も出てきませんよし裏口へ回ってみようカジマの混乱が始まるあるいは近くあるいは遠く警鐘のものすごいガスと早くも駆けつけた消防署のサイレン提灯の火とともに群がり来る群衆エンジンのうなり声飛び交う消防車火の粉は逃げ惑う人並み泣き声わめき声常川警部をはじめ刑事たちは犯人らしき人物が逃げ出しはせぬかと一生懸命見張っていたがついに鎮火するまで疑わしき人物さえ発見することができなかったあいつはひょっとして自殺しよったんかなあ警部そこに焼けただれた死体がんうん、こりゃ氷に閉じ込められた炉人形じゃ常川警部こっちへ来てください人の骨があります思った通りあいつは火を放って自殺しよったあいつは死んだのかもしれませんねだが明智は難しい顔をして言葉を切ったまま黙り込んでしまった彼にもこの白骨が谷山のものでないと言い切るほどの自信はなかったから事件は落着した吸血鬼のような執念の悪魔三谷沙央こと谷山三郎は死んでしまった彼のために散々攻め苛まれ最後には焼き殺されようとさえした畑柳静子は危うく難を逃れて元の無事平穏な生活に帰った何か吹っ切れないものを残したまま吸血鬼谷山三郎は焼け跡の灰となって地上から消えてしまいましたしばらく日本のメロディーに耳を傾けながらお茶でもいかがでしょうか。だがここにただ一人事件の解決を信じない人物があった明智小五郎である焼け跡の骨が果たして谷山三郎のものであったか明智は明確な証拠のない限り信ずることができなかった最後の恐るべき犯罪は
もし明智がベッドに寝ていなければ避けられたかもしれない。彼は両国国技館でマスク男園田国光を追っていた時受けた打撲傷が悪化して本郷の病院に入院してしまったのだ。そして一月、明智が退院して2、3日経ったある日。あ、畑柳さんじゃありませんか。まあ、明智先生、おけがどうですか。やっと退院できました。お、どうなったかご一緒ですね。いいんですの、あの人男友達の一人なんですもの。それはご発展ですね。先生までがそんなことおっしゃるんですか。少し気がかりなことがあるものですからね。あの事件のことで。あの事件はもう思い出したくありませんわ。そうでしょうね。ただ常川警部さんが屋敷に部下の刑事を張り込ませて警戒してくださってるんですもの。もうご勘弁いただきたいわ。それでなくてさえ退屈で息の詰まりそうな毎日なんですもの。それじゃあもうお目にかからなくてもよいことを祈りますよ。ま、私がお目にかかりたいと申し上げたら、その時はすぐにお伺いします。事件の依頼じゃございませんことよ。先生、それじゃごめんくださいますね。あなた行きましょう。若い男と寄り添うようにして雑踏の中に消えていく畑柳静子の後ろ姿を見ながら、明智はなぜか不吉な予感を感じた。黒い影が静子の身辺に覆いかぶさるように迫っている。もはやそれをとどめる術もない。明智は来かかったタクシーを止めてお茶の水の開花アパートへと走らせた。その夜、明智君、つねかちゃん、大変なことが起こった。静子さんが殺された。すぐ来てくれんか。詳しく話してください。いや、その時間はない。畑柳邸の例の応接間の長室に静子未亡人が殺されてたんじゃ。現場には人の出入りした様子もない。またしても密室殺人。明智が麹町の畑柳邸に駆けつけた時にはすでに現場検証が始まっていて、応接間に入ることはできなかった。別室では常川警部が乳母の奈美から事情を聞いていた。よく来てくれましたな、明智さん。現場を見たいんですか。もうすぐ現場検証が終わりますから。奈美さん、続けてください。5日ほど前の夜、奥様は幽霊をご覧になったんです。枕元にしょんぼり立ってね、こう恨めしそうな顔で、それがあの三谷にそっくりだったって言うんですよ。三谷に似た幽霊が出たっちゅうわけじゃね。あの、やっぱりあれは5日ほど前だったんですけど、電気冷蔵庫に入れておいた食べ物がなくなったことがございました。けったいな話じゃ。幽霊が食うたとでも言うんかね。応接間は出入り口は一つしかない。しかもおなみさんは死ぬ直前まで静子さんと話をしていて、応接間の外へ出た、そのちょっとした隙に殺されたっちゅう。はい、ドアを開けようとして取っ手に手をかけた時、後ろで奥様の悲鳴を聞いたんです。刑事さんが屋敷に張り込んでおられましたので、すぐ駆けつけてくださいました。静子さんが殺されてから応接間から出たものはございません。それじゃあ犯人はまだ応接間にいるはずです。最近何か買い入れたものはありませんか。はい、応接間に新しい長椅子を。そうでございます、ちょうど5日前に。常川さん、応接間です。犯人はまだいます。さあ早く。応接間には警官たちが詰めかけていた。天井は漆喰で塗り固められ、床板には厚いコルクが敷き詰められていた。戸棚も押し入れもない。窓には錠がかかっていた。もし窓から出たならば窓の錠は外されているはずだ。犯人はこの部屋のどこに隠れてるっちゅうんじゃねえ。常川さん、静子さんはその長椅子の前に倒れていたんですね。この辺じゃ。倒れる前に長椅子に座っていたわけですね。おなみさんの証言ではそういうことになるな。常川さん、あなたは園田国光という小説家をご存知でしょう。気球に乗って逃げたやつ。そうです。園田の探偵小説に椅子になった男っていうのがあるんです。園田国光は三谷の助手になって会えない最後を遂げたやつです。三谷が園田国光の作品を読んでいないはずはありません。小説の通りなら
その長椅子の中に犯人が隠れているはずです。長椅子に？お、あれなんじゃ。雨だれのようなかすかな音が聞こえる。長椅子の底から絨毯の上へと真っ赤な雫が垂れている。そしていつの間にか絨毯のくぼみに不気味な血の池ができているのだ。巨大な椅子そのものがまるで一個の生物でもあるように血を流しているのだ。人々は息を呑んでその血の雨だれを凝視したまま立ち尽くした。ああ、なんという異様な着想であった。谷山三郎はその長椅子の中に身を潜めて背もたれと座席の境目の深い隙間から短刀を突き出し、そこに腰掛けていた雫を殺害した。おい、長椅子を破るんだ、早く。谷山、懐中ナイフを心臓に突き立てて谷山三郎はほとんど絶命していた。出したらいいですか。とうとう復讐を遂げたか。谷山、僕だ、明智だよ。何か言い残すことはないか。明智さん、静子は君の傍らに眠っているよ。静子。谷山は最後の力を振り絞って血の気の失せた手を静子の方へ伸ばした。その手先が少しずつにじり寄ってとうとう静子の手に触った。静子、愛してる。谷山は静子の手をしっかりと握ると息絶えた。手を握り合った男と女の死体、そこにはもはや何らの敵意も感じられなかった。彼らはまるで美しい一対の上司者のように仲睦まじく眠っていた。文也さん、谷山と静子さんの死は男と女の深い業とでも言うんだろうかね。なぜ愛する人の死を願ったのかしら。他に生き方もあったはずなのに。六道の他の闇に見舞ったんだ。明智先生が谷山のような運命だったら。あ、どうするかな。僕はまだ椅子になりたくないからね。先生、まあ、私も体重を少なくするようにしようかなと。事件を報道した新聞記事の最後に明智小五郎探偵と助手の文雄さんが近く結婚式を挙げるだろうと記されておりました。この連続ラジオ小説4週間があっという間に過ぎてしまいました。それではまたの機会をどうぞお楽しみ。今の出演、明智小五郎、広川太一郎、常川警部、木下秀夫、文雄、鈴木博子、畑柳静子、花形恵子、三谷房夫、坂部文明、他に加藤玉恵、須永恵、語り手中西亮、音楽桜田誠一、主題歌広川太一郎、西海春人、スタッフは高家尾中昭則、技術伊藤義則、演出上野智夫でした。お聞きいただいております、吸血鬼のテーマ音楽の楽譜ご希望の方は返信料同封の上、東京都渋谷区神南 NHK 連続ラジオ小説吸血鬼の係までどうぞお申し込みください。では江戸川乱歩原作、大野哲郎脚色、吸血鬼最終回を終わります。